スクエアとエデンのメルちゃんと梅ちゃんです。学生結婚の話についてです。です。結婚して10年だね。10年、うん、その10年で何が変わったの、うん、まあ、契約の終わりかな。何え何何10年でしょ。10年結婚って10年でしょ。違うの。死ぬまでだから10年で自分の魂を入れ替えるから。この話聞いたことがない。あ、メキシコではないんだ。ないよ。日本ってあれで10年ごとに変わるんだよ奥さん。そう、契約だから。で、今もう少しで契約コンティニューしますか、結婚の契約を継続しますかっていうのがあるから、2人がサインしたらもう10年。そういうことある。あ、いや、そういうことなんだよ。これからするから。でもちょうどあと少しで10年でしょ。ずっと少しでしょ、うん、しないと。え、サインしなければもう終わり。あ、終わり終わり。10年だから。10年満期。お前のハンコは持ってるから大丈夫。レベルセーフ。レベルは結婚したいの。したい。あ、したいの。したいよ。あー、まあいいよ、一応サインしたらあげるよ。あ、本当？でももう一人なんか契約したいっていう人がいるんだけど。あ、いい。どっちどっち。じゃあ私もいるの。契約するよ。いるの。いないけど、これから。じゃあもうベロが探すんだったら俺もそっち行けばいいってこと。え、カリバ離婚の離婚じゃない動画。すごい。違うよ、契約が切れるから、うん、離婚じゃないよ。離婚は10年以内にもやってらんないよって時に離婚でしょ。そうなの。10年はちゃんと結婚、幸せな結婚が終わりましたでしょ。うん、だから幸せでしょ、うん、幸せでバイバイでしょ。そうなんだ。でサインすればいいのよ。そうすればいい。マジないね。質問はなんだよ、嘘だよ。これドッキリだよね。いや、嘘って言ったんだよ今。泣き泣き、嘘泣き超前から。嘘泣き超前から。ということで、あんま質問答えられなかったね。答えられなかった。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。もっとベロちゃんにクソな嘘をついてほしいと思ったら、どんどんチャンネル登録コメントしてください。してね。うん。アディオス。バイバイ。